本日はね、なんとね、コミュニティデーが明けてまだ数日もしか経っていないのにもかかわらず、これですよ。キノコチャレンジイベントがね、突如やってまいりました。こちらね、イベント期間は、2月の24日の木曜日の0時から、28日の月曜日の終日、23時59分までですね。これボーナスとしてね、1日に参加できるチャレンジの回数がね、3回から6回に増えるってことで。すごいっすね。あとね、ピクミンがチャレンジをクリアした時にもらえる仲良し度が、いつものね、2倍になります。これもね、結構大きいですよね。主なボーナスとしてはこの2つですね。で、今回なんですけど、おそらくね、全国的に天気が悪くて、コミュニティであまりね、満足に参加できなかったって方が多かったんでじゃないですかね。だからそういう方にとっては非常にありがたいですね。このイベントは梅のエキスを一気に稼げるチャンスかなって思います。それでね、今回ね、なんと運営さんがね、結構ありがたい画像を作ってくださってまして、このチャレンジに関する画像ですね、これですね。チャレンジで高得点を取るコツとのことでね、もうここに書いてあることを基本守れば、もうチャレンジで高得点が取れますね。キノコと同じ色のピクミンを選ぶと。で、デコピクミンや花の咲いたピクミンを選ぶと。まあ基本この通りに作っていれば問題ないです。だから赤いキノコがあれば赤ピクミンを使うとかね。で、デコピクミンを使うとかね。ちなみにですけど、ピクミンをね、一番強くしたいのであれば、仲良し度が4のデコピクミンにガーベラ以外の花を咲かせると良いです。まさにこんな感じですね。ちょっと色が被って分かりづらいですけど、これ梅の花咲かせてます。仲良し度が4で、デコのピクミンで、ガーベラ、普通の花以外の花を咲かせていると一番攻撃力、まあ、頑張り力って言うんですけどね、ピクミンブルームでは。それ最近まで知らなかったです。この頑張り力が一番大きくなるってことでね。それでね、今回ね、仲良し度が上がりやすいイベントってことで、ついついね、欲張りたくなるのは育成なんですよ。ピクミンの育成、チャレンジを使ってピクミンを育成するってことですけど、その小さいキノコを例に出しますね。あ、小さいじゃない、簡単なキノコだ。簡単なキノコを例に出すと、星4を取りつつ育成枠のピクミン、つまり仲良し度が低いピクミンをね、編成に組み込めるのかどうかっていう話が今回の話のメインでございます。で、今回の話は育成と豪華な報酬両方をね、ちょっと両立して撮りたいなって方向けのね、動画となっております。で、ここからの話は、先ほどのね、攻略画像であったように、キノコと同じ色のピクミンをチャレンジで使うという前提で進めます。で、結論から言いますと、紫とグレーのキノコだったら、育成と豪華な報酬を両立することが簡単です。で、ちなみにピクミンのその頑張り力というのには3つの区分に分かれられておりまして、強さ的にはまさにこんな感じなんですよ。羽ピクミンと白ピクミンは他のピクミンよりもちょっと低めに設定されていまして、その分ね、チャレンジでいいスコア出すのがちょっと難しいです。一方、紫と岩ピクミンは他のピクミンと比べて力が強くてね、その分ね、紫とグレーのキノコチャレンジは他のキノコよりも高スコアを出しやすいです。つまりグレーやね、紫のキノコであれば小さいキノコでね、星4も取れて、しかも育成も結構簡単にできちゃいます。今回ね、小さいキノコ、これ間違えちゃう。簡単なキノコで星4を取れるね、ボーダーラインをまとめてくださったステミシーさんという方がいらっしゃいまして、今回はね、そのステミシーさんが作成してくださった画像を使わせていただいております。こちらもちろん許可を取って使わせていただいております。ありがとうございます。それでこの表によりますと、グレーと紫は頑張り力561、赤と黄色と青は562、ピンクと白は567がボーダーラインとなっております。で、理想はね、この育成のピクミンをたくさん取り入れた上で星4確保のボーダーラインギリギリを狙うっていうのが一番うまい戦い方です。それではね、その戦力枠のピクミン、つまり仲良し度が4でデコのピクミンに花を咲かせていない場合と花を咲かせた場合でね、どれだけ戦力の差が出るのか、さらにどれだけ育成枠を増やせるのかどうかについてちょっと見ていきましょうか。で、今回は
花を咲かせていない場合です。葉っぱの状態でことですね。葉っぱの状態ですと今育成枠が10の15、20のだいたい21匹ですね。で578あるんで、まあまあまあボーダーラインの562を超えているんで、これは安定して星音が取れるってことですね。次はね、その戦力枠に花がついているピクミンを入れてみます。20の24、26匹に増やすことができました。これね結構大きいですよね。3枠ぐらいかな、3、4枠ね、多くね育成枠を増やすことができました。まあ、花を咲かせると、その他のピクミンでもやってみて分かったんですけど、花を咲かせれば育成枠がね 3,4 枠ぐらい増えること、増やすことができます。これねちょっと皆さんも試してやってみてください。で育成もこだわりたい、今回みたいな仲良し度ボーナスがある場合に育成もこだわりたいのでしたら、ちゃんとね花を咲かせた方が個人的にはお得かなって思います。デコピクミンに全てに花を咲かせる必要がない、まあ、そもそも使うデコピクミン数が少ないんで、必要分だけとりあえず花を咲かせれば OK なんで、だいたいね14から15、6ぐらいかな、それぐらいのデコピクミンに花をつければもうそれだけで OK なんで、正直ねそんなにめんどくさくないかなって気はしますね。で僕の場合ですと、その青い木の子でやってみたら、強いピクミン枠、まあ、戦力枠はだいたい13匹にして、残りね27匹をすべて育成枠にしたら、ギリ星4のボーダーラインが取れました。まあ一応ねチャレンジ今回やってみますね。はい、無事に星4が取れました。素晴らしい。それではねちょっと一応岩ピクミンもやってみます。戦力は562ということでいきます。おー、はい、行きました、行きました。やっぱこの表通りですね、ボーダーを超えていれば OK みたいです。ちなみに白とねピンクで同じことをやろうとすると、このいわゆるこの戦力枠、ほとんど編成数をねこの戦力枠で占めてしまって、育成枠に回すピクミンがねほとんどできないんですよ。これねちょっとやってみてもらいたいんですけど、しかもね今回ねもらえるエキスがおそらくね梅のエキスで、全部赤い梅のエキスなんですよ。だどれをやっても多分報酬がほとんど同じなはずなんで、それだったらねスコアのね取りやすいね紫とグレーをやることがとにかくいいです。この2つであればスコアがね簡単に出やすいんで、どうせ報酬が同じだったらねもう難易度が低いキノコチャレンジをやるのがいいんじゃないかなって思います。またね普通のキノコ以上ですと、ソロでね星4を取ることはねもう不可能なんですよ。不可能なんで、普通のキノコ以上のキノコに挑むのであれば一番強い組み合わせでいくのがいいかなって思います。まとめとしましては、簡単なキノコチャレンジであれば星4を取れるギリギリのボーダーラインを攻めるような構築を組んで、それでね育成のできるピクミンを何匹か詰め込む、まあこんな風にねみたいな風に遊ぶと、報酬もねいいものがもらえて、なおかつ育成できるピクミンもね確保できるということで、これはねかなりお得なね遊び方なのではないかなって思います。それではね今回はこの辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。